ミサイル駆逐艦は軍艦の艦種の一つであり、抗議にはミサイルを搭載している駆逐艦のことである。ミサイル艦の一種、日本の海上自衛隊においてはミサイル護衛艦という名称が用いられている。競技においてはアメリカ海軍における艦種記号で DDG の艦のことであり、テリア、ターター、スタンダードのような艦隊防空用の艦隊空ミサイルを搭載した。 駆逐艦のことである。キット級、アーレイ・バーク級などがある。スプルーアンス級駆逐艦のように艦隊防空用のミサイルを搭載していない。駆逐艦はミサイルを搭載していても、ミサイル駆逐艦とは類別されないが、なぜか艦隊防空用のミサイルを搭載していない。ズムールド級はミサイル駆逐艦扱いである。アメリカ海軍以外には、冷戦時代にスペイン海軍及び、 イギリス海軍、海上自衛隊や韓国海軍なども防空ミサイル駆逐艦を導入したほか、1980年代までには世界各国海軍で必須の装備として開発が進んだ艦種である。ソ連、ロシアにおいてはミサイル艦とは艦隊艦ミサイルを搭載した艦のことであり、アメリカ海軍で言うような艦隊防空用のミサイルを搭載した駆逐艦をミサイル艦,イル艦とは呼ばない。 むしろ、1950年代後半、ないし1960年代以降において単に、駆逐艦といえば、アメリカ海軍で言うようなミサイル駆逐艦に相当すると考えた方が適切である。ソビエト連邦、ロシア海軍においても、ミサイル駆逐艦という艦視名称は存在せず、単に、駆逐艦と呼ばれる艦種や、大型対戦艦と呼ばれる艦種が、 アメリカ海軍でいうところのミサイル駆逐艦と同様の任務を負う同規模の艦となっている。艦隊防空用ミサイルを搭載した競技のミサイル駆逐艦に相当する各国の艦艇。アーレーバーク級ミサイル駆逐艦45型駆逐艦、乱州級駆逐艦。ありがとうございます。